空飛ぶ、豚の合成写真空飛ぶ豚は、英語では、現実には全くありえないことを示す、習字技法の慣用句である。飛べる豚ピックズフライ、豚が飛ぶ時には、ウェンピックズフライ、豚に、翼がある時には、ウェンピックズハブウィングズ、などと使われ、ある事柄が不可能であることを意味するのに使われる。同様な意味を持つ慣用句には、地獄が凍った時にウェンヘルフリーゼズオーバー。 とか、コローマ歴の1日までにツーザグリークからンず、とか、ソンからサルが出てきたら、アンドモンキーズマイトフライアウトオブマイバットなどがある。古いスコットランドの話から来ていると言われているが、ルイス・キャロルの不思議の国のアリスの中にも現れている。ブラバゾンとブタ、右下の初飛行1909年11月4日に、イギリスのパイロット、ジョン・ムーア・ブラバゾンが、 豚も飛べることを証明するために飛行機にくくりつけたバスケットに小豚を入れて飛行したブラジル派遣軍のマークありがとうございます。